クラッカーはパーティーグッズの一種。日本での典型的なクラッカーは小さな円錐形の紙容器に紐がついており、紐を引くことで中に仕込んだ火薬が発火し、パンと音が鳴る。紙テープや紙吹雪などが飛び出すものもある。火薬を使わない大型で機械式のクラッカーもある。また、小型でイベントパーティー、結婚式等で利用できる。 圧縮炭酸ガスを使用したエアー式クラッカーもある。発火の瞬間紐を引く摩擦熱で火薬が発火する。その他、紐がバネを止めており、バネの衝撃で火薬が発火するものもある。塩水系の容器は、スピーカーのコーンの役目を果たし、音を増幅する。効率よく増幅させるため、中は完全な空洞ではなく、振動板が入っているものもある。クラッカーの語源はオノマトペである。 日本では円錐型で紐を引くと音が鳴るタイプがよく見られ、クラッカーといえば主にこれを、さすが英語でクラッカーといった場合、日本で言うクラッカーも含むが、爆竹やクリスマスクラッカーを意味することが多い。爆竹は火による点火が必要である。クリスマスクラッカーは両端を引っ張ることで封が破れるが音が鳴るものとならないものがある。紐を引くと音が鳴るものは、 英語ではパーティーポッパーと呼ぶことが多い。これは日本では三角形のものが多いが、アメリカなどでは単に乾電池くらいのボトル型のものも多い。塩水系のクラッカーはコーンシェープドパーティー、ポッパーと呼ばれる。ただし塩水系のものをクリスマスクラッカーと呼ぶ場合もある。ありがとうございます。